そのまま左から行くと庭もあるから、庭に野外上映して、うん、こっち側はなんかこうパーティー会場みたいにしちゃってってやる時もあるし。ダントさん庭見たことありましたっけ？ああ、庭は前に見たことある。はい。うちの館長が養鶏をやってるんで。養鶏を。養鶏やってるんです。はい、そうね。毎朝ここからで鶏が脱走するんですよ。脱走してる。でそれが街に出ちゃって怒られたこともある。さすがにオスが泣きすぎて、この間もうさすがに一人犠牲になってしばいて食ったけど、あ買って、で毎日卵が取れた卵が出る。で全部あそこの隣のマーケットでの廃棄野菜はもう全部、うん、あの食材余ったやつはもうここに来て、あで米ぬか入れてもうこいつらに餌にして、でゴミも出さない、もうコンポストじゃなくてこいつらに食べてもらう、で美味しい卵が朝ここから来て、なるほど、うん、で食べて、でもちょっと大きくなりすぎて、うん、ごめんできたから、うん、3匹中今2匹はしばかせていただいて、なるほど、我々の食材にさせていただきました。はい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 、こっちは川があって、まあほらコロナで入らないときとかはここにスクリーンやって、うん、ここにスクリーンやって、やっぱ正月は餅つきやったりとか、まあ、だから地域の人たちが集まれるように、で100人ぐらい映画見れるから、うんうんうん、ここでビューンってやって、バーやってテント少し張って、でこう照明回して。で中ではマイキックで例えば DJ やってくれたりとか、いいですね。そうそうそう。で川沿いでつって、うん、でも歩いたら海もすぐだから。うん、川も海もある、ね。そう。この建物自体も文化財。これがだからもう築100何年だから。へえ、うん。重要文化財で。うん。重要文化財。うん。らしいです。で書いてあるけど。でアミーゴのこの音、この音が朝の4時から。なるほどね、うるせえって。でもみんなね、別荘とかだから、うん、ちょうど隣も住んでないし、うん、こっちも今空き地になっちゃってるから、うん、まあね、偶然、音を多少出してもラッキーみたい。なるほどね、うん。まあしょうがないよね。そう。泣いてますね。泣いてるわけ。うん。泣くんですね。違うね。朝4時から泣くのに、もう。これ？え、こっち？あ、いいじゃん。結構。朝だけじゃないんですね。そうで現地の実家があって、うん、で現たちの子供のために作ったのがこっちの建物 で、みんな巣立ってっちゃったから、うん、じゃあ息子も含めた俺たちが遊び場作るねって言って、うん、下を映画館、まあ、上をキャラバンの事務所みたいな、うん、で団蔵さん来たらそこ泊まれるんで、うん、3階が宿で、はい、360度あそこ私 の、 あの部屋はあそこです。はい。ただ夏は、はい、まあ、あのサウナ状態。ああ、サウナね。でも冬は極寒だけど、うん、もう暖房サウナは大丈夫。ああ、なるほど。了解です。はい。はい。私の、住まいはあそこです。でもその先が海なんで。ああ、その先は。ロケーションとして。ああ、絶景で。下は映画館。やばい。ね、最高ですね。やばいですよ。はい、やばいです。はい。でなんなら朝芝居って思ったり、取れたての朝食、はい、朝食にもなって。なるほど。タンパク源の、はい、自ら命を絶てってことですね。はい、で自分の食材を自分で確保してください。はい、かしこまりました。ここまで、ということはあなたたち誰かはいつかは私の身となっていただけるんですか、なんてもう言いましょう。はい、ああね、いやでかくなった、うん、2年ぐらいかな、うん、ね、で最初ね7匹買ったんだけど、そう、今何匹？ 4 匹か。で、1匹か2匹食べて、うん、で、最初に来た時に、一つ、なんかね、メスは美味しいらしいから、ヘビが来て、飲み込んでっちゃったんでね。最初、弦が作り方はちょっと、初めてやったから、この網の位置が低かったみたいで、高かったか。で、隙間がちょっとあって、で、気づいたらヘビに飲み込まれた。まあ、そういうのもみんな勉強。まあ、体験しながら、ミスしながら、ゴールを出してくって。もう最近は、レスポンシブルダウンね、うんうん、っていうあって、はい、RDS っていう、それは、はい、その鳥とかに苦痛を与えないで、うん、そんなのがあるんですか。そうあるんだ。だから食べ物も栄養も良くて、うんうん、
下手すらケージもあもうちょっと広くしたりとか、要は全体で飼うのをもう少し楽に、楽に、ストレスをなくすってフリーにしてあげるっていうこと。だから、あのケージもね、ぜひと、いつかね、徐々に。だから、地域の人が、あのアミゴのねって思ってくれれば、うん、道歩いててもよくて。そう。で、一番すごいのは、なんかフランスだから農家で、もう囲いもしない。ああ、最高。うん。で、飼ってて、多少逃げるやつはいるのかもしれないし、うん、あるいは、キツネとかに食われちゃうのもいるのかもしれないけど、うんうん、でも、そういうのもなくて、放し飼いで。いいですよね。餌っていうものもね。で、もし迷い込んできちゃったら、その人が、うん、アミゴさんだけど帰りたくなったらじゃあうちでもらいますよとかっていうぐらいなんかもういいじゃん自由でみたいな、本当は自由する感じでね。そう、それぐらいなんかもう本当はなってほしいっていうのがありつつ、まあなんか離れちゃった時も、でもほら非常にねいい環境のケージだから、そう、全然個室じゃないからいいですよね。で、一応朝ご飯、朝はこう離してこう遊ばせるから、ああそっかそっか、ビョーンと言ってもそこにダダダダと走ってて、なるほどね。最高じゃないですか。ちゃんとそうやってさ、ほら、あの安全な小屋と安全なそのフィールドがあるからいいね。そうですね、すごくそれは、あのここそう、卵の、卵取り場、ちゃんとここで産むって決まってんですね、なんかね、癖つくみたいね、やっぱね、覚えてくみたい、まあねえか、あ、ほら、あんじゃん、ほら、取れたて、ほんとだ、はい、持ってこう、あっちに今日の卵、今日の卵でございます。もう結構時間経ってるっていうか、今日あの朝取ってないから、本当は取れたてもっとあったかい、持ってきていいです。取れたてはあったかい。はい、あったかいんだ。でも持ってくのに割っちゃったら困るから。そうだね。卵もらってもったいないもん。まあ、いつか来た時に、泊まった時にこれだから、男女さんの朝食はこれになるから。はい、ありがとうございます。最高。ごちそうさまです。焼き上がり、山上がり。はい。運動の。なるほど。結構連動するときはそう、外に行ってこっち側に来て室内で、はい、マイキー君たちがよく DJ とかやってくるから、俺ら的にもさ、渋谷のクラブ行かなくても、マイキーとかマサヤが極上の音楽かけてくれるだけで、最高ですよ。いや仲間ってだから最高だなと思って。いいでしょ。そう、それでさ、上で作業してたらいきなりご機嫌の音楽かかってきたら、あ、全然忘れてたけど下でライブやってんじゃん今日みたいなさ、とか、なんかいきなりゲームセンターに変わったりとか、誰かが食材持ってきたからってさ、レストランやってくれてて、いきなりめちゃくちゃうまいものが食えたりとかさ、鹿肉が北海道から来たとかなっちゃって、友達がなんかあのヒラメでかいのあったから、みんなで飲み会だとかっつって、え、そうなのみたいな。ナイスパーティーじゃないですかね。そうだ、まあ、ほら、ちゃんとコミュニティっていうかね、みんなそういう集まる場を作ってるからこそ。まあね、場所あるとね。はい。いただきましょう。もう俺もあの帰るだけなんて。はい。ビール。あ、ビールがいいですね。私。はい。ヨロッコでしょう。ありがとうございます。はい。ヨロッコは？ヨロッコって何ですか？いや、ビール。じゃあもらいます。キクビール。あおちゃんも。私もください。じゃあ、どうぞ。はい。ダークビールというのを。自分はダークで。はい。今、お酒出しちゃいけない時期なので、はい、飲まれる際は上の方で。はい、あ、かしこまりました。はい。じゃあ、上で。はい、お願いします。営業じゃないって言われてもあれだけ、結構ご覧になって。あ、はい。これは、ね、プライベートに飲ませていただきます。どうぞ。はい。あ、こんにちは、猫さん。はい、ありがとうございます。ちょっとお邪魔いたします。旦那さん、実はこのポスターが今回のジャマンとジャズポーも行く、そうですね、ドイツメーターってドイツの国際展、6月の国際展がのメインポスターなんですけど。へえ、え、なんか、え、ドイツ？はい、ドイツのカセルって言って、ドイツのど真ん中にあるんですけど、ちっちゃな街があって、はい、そこで5年に一度の世界最高峰のアート展をやってるんですよ。はい。そこにキャラバン呼ばれて。アート世界の、はい。今年みんなで行くんですね。夏行きますよ。行くんだ、さすがですね、さすが。去年だから、ワイキン君とマサヤと、俺と、下見してきたんですよ。ハレルツ、下見で5人で。はい。8月か、2週間ぐらい、みんなで下見行って。
いいですね。そんなのもなんか一応今年のあ一応映画祭やる、今年のドキュメントもやるっていうのが、ドイツ、一応目標。ドイツペーパー、うん、カッセルに、はい、私の仲間が行きますよ、はい、シネマキャラバン行きたい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 、うん、呼んで事務所です。いいかな。どういうところにも入ってるんじゃないかと。はあ、オフィスですね。これは寿司のビールでしょ。そう、これヨロッコビール。うん、ヨロッコビール。ローカルビール。ローカルビール美味しいんだよ。もっといっぱいあるんですけど。はい。今日あんのがね、柚子と何つったっけ。うん。黒ビールって言ったかな。ユズと、うん、ブラック、あの、ダークだって言ってた。はい。うん。これは、そうですね、はい、多分、黒ビールかな。うん。うん、こんな感じ。はい。どっちですか、自分はダークで。あ、じゃあ。じゃあ、それ私。はい。団蔵さん来てくれてるしよ。ああ、ありがとうございます。ね。これまだ入ってるから。はい。団蔵さん用に。ヨロッコビール。どれ？グラス。そう、これもヨロッコ専用のビール。グラスどうぞ。うん、これ一口。はい。はい。おはようございます。はじめまして。はじめまして。ご無沙汰しております。はい。いや、ありがとうございます。1年ぐらいで。ね、ね、また本でもよろしく。お願いいたします。お願いします。マイキ君。うん。ねえ、マイキ君。マイ。うん。美味しい。美味しい。あ、美味しい。邪魔ですか？子供の頃からまたこずばっか歩いてる。あ、そうなんですね。山登ってたんだ。登ってたね。しかももうギリギリ。予約時間までギリギリで。ぴったりそう。ぴったりちょぴったりだけど、オンタイムすぎて。余裕なしで。そうなんだ、うん。こっからもあるっすよ。もう登山口すぐ。その川を渡った、もう本当に目と離せるから。ここはどこまで繋がってるんですか？いや、ミラハントぐるっと回れちゃうみたい。ルートはあれわかんないけど。あ、回れるんだ。それこそ、まさや、で、わかります？わかります。うん、高取山の方までね。そう。高取山もいいんだよ。全部ね、なんかね、なんつったっけ、山で行けちゃうんだ。行けるみたい。まあ、ちょっとたまにこう、住宅地が出るんですけど、繋がって三浦半島一周。トレイルできちゃう。トレイルできる。トレイルでマグロ食いに行って。行けるじゃん。マグロ？三浦半島は、マグロの、あの、量があるから、うん、マグロのお店があるんだよ。ですね。うん、それもまさに後輩、二個下の後輩が、三代目がなんかで、城ヶ島って言って一番南の、三浦半島の、そっから突端からぴょっと出たところ島があって、はあ、そう、そこでやって。で、マグロ、有名なんですよ、そこは。城ヶ島。美味しいですよね。マグロ。三崎のマグロ。三崎のマグロは美味しいよ。うまい。うん。ですね。まあ、ここへも一応ね、遊び場はね、まあ、まあ、まあね、人次第でいくらでも作れるんじゃないでしょうか。そうなんですよ。別に具とかなくても行くでしょ。あと、三浦半島は野菜も美味しいね。野菜も三浦野菜も美味しいね。いいんだよ、温暖で。1月7日、こう、大雪降ったんで、そこ、すごかったですよ。ここ、もう雪山に変わってた。めっちゃ冷たい。おいおい、いっぱいあるよ。あ、この携帯もないですけど。雪山に撮ることあるの？いっぱい撮った。あるんですよ。そう。もう、登山して、雪、なんだっけ。いつもの格好して、そう、雪山の。雪山の格好して。滑りましたね。うん、もう撮影ばっかりして。シールは貼んなかった。シールはね、雪持ってきたら絶対滑るし、それこそ、パフパフだから、スノーボードとか。雪板ぐらいだったらいいかもね。雪板とか、す、あれですか。いや、いっぱい降ったんだよ、それ。15センチぐらい降ったんだよ。だから、この時は毎年2、3回降ったけど、結構、だから。言っても、逗子の、はい、シネマ。シネマ。アミーゴ、みんな仲間なんですよ。ね、お庭から、はい、ね、養鶏から、養鶏から映画館見てもらって、はい、喜びビールを飲んで、喜びビールいただきましてね、ありがとうございます。
ね、ということで、シネマアミーゴみんなよろしくねということで、いきます。さあ、ダンゾーチャンネルよろしくね。ありがとうございます。